걸 아따 놓고 쓰라. 茶色いワンちゃんの見間違いじゃないの? ワンちゃんじゃないんだ、ブー! 歌の本に載ってた小狐の尻尾と同じだった、ブー! でも、小狐さんもいなくなりました。 2人ともそれは絶対何かの見間違いよ。 2人でまだ寝ぼけてたんじゃないの? そんなことより、ああ、お腹すいた。 ママ、ご飯まだ? ママもお姉ちゃんも全然信じてくれないでちゅ。本当に見間違いなんかじゃないのに。 昨日、鬼太郎でやってた 9尾の狐見た? 尻尾が9本の狐のやつ! 見た、見た! あんなのが現実に出てきたら 僕、腰抜かしちゃうよ。 キツネって化けたりするっていうのも聞くし、なんか怖いよね。ねえ、みーちゃん、みっくん、あれって、みて、尻尾と耳があるよ。本当だ、キュービーみたいに9本もないけど、確かにあれはキツネの尻尾なのに体は人間。で、出た。 ミーちゃんたちも今朝公園で見たって言ってたぜ。ふさふさした尻尾がお尻から出てたって言ってたぜ。その話って本当だったんだ。じゃあ昨日サリーたちが見たっていうのもそれだったのかも。ねえ、シオン、シオンなら街の中を歩いたら気配や匂いでどこにいるかわかるんじゃないの? そりゃ霊は感じることできるけど、幽霊と妖怪はまた違うからね。 それに狐の妖怪なんて会ったことないからわかんないわ。俺はちょっと会ってみたいな。あれは、はいはい、わかってるよ。あれはそんな非科学的なものは信じないのだ。でしょ?いや、面白そうなのだ。確かに半信半疑だけど、もしお尻から尻尾、頭から狐の耳が生えてるならどうやって生やせることができたのか聞いてみたいのだ。 仕組みの問題じゃなくて妖怪なんだって。私は妖怪って聞いただけで会いたくもないよ。めちゃく、今日の放課後は私んちまで送ってくれる? もし誰か今度その妖怪を見つけた時は私に知らせて。すぐ行くから。うんうん、みんなの言ってた狐の妖怪が気になって全然授業が頭に入ってこなかったわ。あれ、シオン見て、住みっこ暮らしのみんなが何か話してる。本当に困ったもんです。とっても美味しそうな油揚げだったのに、この町にスーパーを出してこんなこと初めてだよ。みんな、どうしたの? 何を怒ってるの?それは今日美味しそうな油揚げを私が豆腐屋さんから仕入れてきたんですけど、この町のみんなに食べて欲しくて僕が店頭に並べたんだ。これでよし。あ、スーパーがオープンする時間だ。店を開けないと。ってちょっと目を離して戻ってきたら、あった油揚げが全部なくなっていたんだ。そうなんだ。悪い人がいるんだね。
それにしても油揚げだけ盗むなんて変わった泥棒だね。油揚げが好き。今までこんなことなかった。今みんなが話してるの聞こえたぜ。レオ、油揚げのところに戻ってきた時、何か変わったこととか誰かを目撃したとかはなかったのか？それが誰も。あ、でも入り口の方で茶色い尻尾らしきものが見えた。尻尾？ってことはもしかして油揚げを持って行ったのは野良犬とか？いや、この辺りで野良犬なんて見たことありませんよ。もしかして。もしかすると。ありえるわね。キツネは油揚げが好きだもの。キツネ？この町にキツネがいるのか？まあここにはシロクマやペンギンがいるから、キツネがいてもそこまでびっくりするようなことじゃありませんけど。でもこのスーパーのものを盗むなんて許せないわね。よし、それじゃあちょっとそいつを探しに行ってみよう。本当に？私ちょっと怖いよ。怖いなら来なくていいわよ。私とレオだけで捕まえてやるから。盾にしないでよ。やっぱり行く。もうめんどくさいわね。じゃあ行くわよ。おう、頑張って犯人捕まえてくださいね。どうしてなくなってしまったかの。うん、あの、どうかしたんですか？この稲荷神社に私が作ったお稲荷さんを今朝お供えしたんじゃが、今通りかかるとなくなっておったんじゃ。お稲荷さん？また油揚げ。ここも狐の仕業か。そんなのもっと許せないわ。おばあちゃんが作って、せっかくお稲荷様にお供えしたものを盗むなんて、この町を守ってくれてるお稲荷様が怒って災いが起きたらどうするのよ。狐の妖怪め、私の前に出てきなさい。狐の妖怪がスーパーのものや神社のお供え物を盗んでるだって？いくら妖怪でもそれはいけないぜ。だけど妖怪にしては人間みたいなことをするやつなのだ。妖怪ならもっと妖怪らしいことをしてほしいのだ。エイジ君、そんな怖いこと言わないでよ。それにしてもその妖怪一体どこにいるんだろうな。私が空から探してみようかだった。耳と尻尾が生えてる人間の格好をした人を探せばいいっちゃよね。おお、空が飛べるルナならあっという間に探せそうだぜ。任せてちゃ。キツネの妖怪なんてワクワクするっちゃ。キツネの妖怪、キツネの妖怪、どこにいるっちゃ。あの耳にあの尻尾、噂に聞いた通りだっちゃ。妖怪の隠れ家だっちゃね。よし、みんなに伝えるっちゃ。よし、よくやったルナ。それじゃ急いでそこに行ってみよう。待ってなさい。私は悪霊だけじゃなくって妖怪だって退治してみせるわ。エイジ君、ほら行くよ。怖くないんだから絶対私の前にいてもらうんだからね。俺を盾に使うなのだ。私はみんなに任せてここで待ってようかな。一緒に行くぜ。みんな一緒なんだから怖くないわよ。マジ？私怖いのだけはほんと無理なんだってば。ここだっちゃ、ここだっちゃ。ここって本当に？そうっちゃよ。確かにキツネはこの中に入っていたっちゃ。ここって確かお前の師匠ユウ・レイコさんの家じゃないか？そうよ、ここはレイコさんの家。まさか妖怪のやつ、レイコさんに何かするためにこの中に入っていったの？そんなのますます許せない。私の大事な師匠レイコさんに何をする気よ。レイコさんは私が助ける。え、どこどこ、妖怪はどこ？いたー、こいつがキツネの妖怪。でもなんでレイコさんと仲良くお茶してるの？シオン、それにみんなも大勢揃ってどうしたの？レイコさん、こいつ悪いキツネの妖怪だよ。なんで仲良くおはぎなんて食べてんの？妖怪？この子は？確かに
この子は人間に化けた狐だけど妖怪なんかじゃないわ。私がこの間滝行の帰りに今日もしっかり滝に打たれてすがすがしい気持ちだわ。あら、罠にでもかかっちゃったのね。かわいそうに。ちょっと待ちなさい。引っかかってたから怪我もしたみたいね。でもこれで大丈夫よ。ほら早く森へ帰りなさい。お礼でも言ってるのかしら。そしたら次の日。あら、あなたはもしかして昨日の。昨日はありがとうなり、俺あなたのそばで暮らしたいなり。というわけでうちに居候させることにしたの。でも人を驚かせちゃいけないから、外に出た時は耳と尻尾は隠しなさいねって言ってるのに、どうもできないみたいね。気が緩むとつい出てしまうなり。でもあんた昨日スーパーの油揚げや神社のお供え物盗んだでしょ。目撃されてるのよ。シオン、琥珀はそんなことしないわよ。名前琥珀って言うんだ。そう、俺そんなことしてないなり。したやつを見つけて懲らしめたなり。スーパーも神社もちょろいちょろい。俺の大好きな油揚げにおいなり、早く帰って食べちゃおう。なんだおめえ邪魔だな。その大きな耳にふさふさの尻尾。なんだお前ってか。そう、俺はキツネなり。悪いことするやつは許さないなり。ひえ出た悪い奴は成敗するなり。そうだったのね。だけどなんか面白くない。もう帰ります。お邪魔しました。ちょっとシオン、もう帰るの？お邪魔しました。私はもう先に帰るから、ここでみんなとバイバイするわ。じゃあまた明日ね。バイバイ。おいおいおい、なんでシオンは怒ってんのかだぜ。多分だけど、ずっと師匠として慕っている玲子さんのところに突然見たこともない居候が住み着いてた。あれはきっと琥珀に対する嫉妬だろうな。ああ、シオン玲子さんのこと大好きだし、玲子さんの弟子は私だけって言ってたから、琥珀くんに玲子さんを取られちゃうかもって思ってるのかもね。なんか今日隣のクラス賑やかじゃない？目の色が青くてオレンジ色のメッシュが入った男の子の転校生だって。見たい見たい。目の色が青にオレンジのメッシュ、もしかして。へえ、琥珀くんって言うんだ。かっこいい名前だね。ちょっとどけてどけて。ああ、やっぱり。ああ、まさかの琥珀くん転校してきたんだ。あれ、琥珀くんが着ている服玲子さんに作ってもらったとか。私だって玲子さんと同じ格好をしたいのに。いい？覚えておいて。いくら玲子さんと一緒に住んでるとはいえ、玲子さんの一番弟子は私なんだからね。何をそんなに怒っているのかわからないなり。シ